今日はタムとはタムティ TA カとはということでお仕事の話をさせていただこうかなと思ってますはいまず自己紹介です、えー、松下実ですこの9月からテクニカルアカウント化になりました本当は、えー、この辺の趣味のお話例えば去年日本シリーズ行ったんですけどナンバーに乗りましたよとかあとは今年万馬券5本ほど当ててますよとか、まあ、皆さん大好きうちの教材の話とか あとですね9ヶ月になったんですけどうちに豆太郎っていう犬が来ましてこういう話を本当はしたいんですけれども、まあ、立場上皆さんもちょっと仕事上知りたいだろうなというところで今日は残念ながらタムとか TA 化の話をちょっとさせていただこうかなと思いますはいまずタムとは、えー、とテクニカルアカウントマネージャーの略なんですけれども一体何をやる人なんだろうっていうところで例えば単純にタムってググってみてもウィキペディアとかで出てこないんですね。 で例えばタム転職とかで打つと、えー、こういった形でいくつかの会社で出てきます例えば AWS でタムっていう風な形をするとシステムを効率よく運用するために支援する人という形で出てきますで出るで見てみるとシステムの可用性向上運用負荷軽減などのアドバイスをする、えー、アドバイスを提供するポジション もしくは雑誌の記事なんかで例えばこれ MS の方が言っていたんですけれども医者に例えればかかりつけの主治医といったところでしょうか日々の健康管理を総合的に見ていくのがタムのお仕事ですみたいなことを言ってます。まあ、なんとなく分かったような分かんないような感じかと思うんですけれども流れで見てみると。 え案件システムが営業さんが取ってきて設計構築して運用という流れがあると思うんですけれども運用の流れの中で定期的にいろいろ見直しを行ってよりよくお客様のシステムが運用できるように例えば定例会という形で月1回とかお客さんとフェースとフェースで会ってえ障害のレビューとか問い合わせの対応状況とかっていうのを確認をしてアドバイスをしてみたりもしくはそれだけだとちょっとネタが尽きてしまいますからえお客さんの要望に応じていろいろカスタマイズをして情報を提供していくこと によってお客様のの運用をして助けするというのがタムのお仕事で,すで今回はですね、えー、と TA 化はじゃあこのタムのお仕事これをやるのかっていうと実はこれだけじゃないのが今の TA 化に求められているものです、えー、と設計構築から運用に入る間のところで運用設計という形のフェーズをここで入れています、まあ、実際には設計の後半設計構築の後半ぐらいから運用設計っていうのが入っていってそこら辺パラで動く形にはなりますけれども タムのロールだけじゃなくてこの運用設計というところで例えばザビックスの設計どういった形でザビックスとかデータドックを使いますかとかそれをどういう構成で作っていくのがいいですかみたいな話をしていったりあと一番大きいのはそういったところの運用全体をドキュメントアウトしてお客さんがきちんと運用できるような仕様書とか 設計書もしくはそういった運用ガイドみたいなものを作っていかなければいけないそういったことを求められた時にそれ対応していくっていうのが今回の TA 化に求められているミッションですなので、えー、と先日中途採用説明会っていうのがあったんですけれどもそこで例えば単純にタム募集っていう形にしてしまうとちょっとそれはそれで一部語弊が生じますし、えー、運用コンサルってするとタムの部分が抜けたりするので今の募集だとこういった形で表記をしています。 運用コンンサルタント及びタトびム職の募集みたいいな形で言っています多分これだとおよそ伝わるんじゃないかなというふうに考えてます。で今うちの課のメンバーのそれぞれの役割ですけれども、えー、と僕と高橋大成君で主に運用設計のところの案件をカバーしていてヤジ、えー、が一人でタムを頑張っているっていうのが現状です。で直近の1か月の動向なんですけれども、えー、まず運用コンサルの部分 えー、9月から立ち上がってるはずなんですけれどもその組織発表すら行われる前から案件が多数アサインされていまして大勢君は玉木さんの指導を受けながら経験を積んでいるところで僕自身も実際このロールの経験は今までの経験じゃないのでいろいろ、えー、宿泊しながら頑張っているという状況ですなのであまり複数の案件まだ掛け持ちしながらできないというのが現状です でタムの方なんですけれどもこちらも組織発表ぐらいのところからどん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 話いただいてたりとかしたんですけれどもこちらももうすでに、えー、その前から結構営業の方でオファーされていたところもあってもうすでに売り切れ状態でしたで残念ながらこっち僕はあまりフォロー今まで,できないので家賃にすべて任せているような状況です この辺でいうとさっきのレポートとかを標準的に作れたら少し一人で複数案件45案件でここでは書いてますけれどももう少し多い案件もカバーできるんじゃないかなというふうに思ってますただいずれにしてももう組織発表前からすでに売り切れ完売状態で今新しい案件ご相談いただいてるんですけどもちょっと今のリソースだと厳しいなというような話をしているのが今の現状です とということで TA 課では社内外から人材を絶賛募集してますので、えー、もしやりたいという方いらっしゃいましたら特にあの千葉さんからはもう OK 取ってるんで CI の方はどんどん,どん,どんあの引き抜いてくれという許可いただいてますので希望ありましたらぜひ手を挙げていただければと思います。はい、僕の発表を終わりりたたいいいとと思まますありがとうございました